こんちゃっす。マリオカート8やっていきましょう。多分レート7万7000がいるかな。で、他も4万とか3万とかなんで、多分すごいいい部屋。やーべえ。待って待って、こういう部屋で演奏してるあれ余裕はないでしょ。あかんよ、これは本当に。あかんやつや。まあ、最初だからね。割とぐっちゃぐっちゃで走っても、なんとかなるか。あの緑コーラ怖えな。あー落ちちゃった。あかんなー、あかんや、あかんやつ、あかんやつ。やばいぞ、やばいぞ。こういう部屋でこういうことやったら絶対勝てないか。もうすでにでも勝てないかも。もうすでに勝てないかもしれない。チックタックロック、走り方がわかんねえかな。よいしょ。うわ、1はえ。お、取れた、よかった。ちょっと怪しかったね、今。このドラがマジ厄介。これドラなのかな、このドラみたいなやつ。そっか、キノコあるんだったら、J 入っちゃうな、でも。おっと。後ろがスターですね。これは冷静に抜かせて、そこで光るのか。またイカか。確実に取りたい。オッケー。あれがないですね、あれが。トゲがないですね。サンダーもねえし。よし、俺はここかな。そしたら、よいしょ、よいしょ。せっかく前見えたのにな。やばい、跳ねちゃった。後ろのワリオちゃんが、オッケー。何も持ってなかったんで、牽制しながら走って、3位でしたね。うわぁ、1位に速えー。てか1位のワリオちゃん、くっそ速くね。やっぱ日本か。日本強えー。ツルッツルツイスターかー。ここはやばいだろうな。あの2位にいるワリオかな。めちゃめちゃ速いわ。おっと。でもなんか最近演奏すると勝てるみたいな謎のあれがあるかな。まあ勝てるっていうか、あれがいいっていうか、調子がいいみたいな。中盤以上のところでゴールできるみたいなね。ちょっと走るルート間違えましたね。おー、前が見えんぞ。後ろが赤か。じゃあ譲りますか。よいしょ。こういう部屋だね、絶対投げてこないんだよね、譲ろうとする意思を見せると。それが怖いわ、本当に。分かってんでしょうね。あの、前を潰した方が、効率的っていうの分かってるから、投げる方も投げられる方も。だからでしょうね。長いこと走ってると、多分そういうのが分かるんでしょう、きっと。俺はまだその域に達してないんだけどね。お、1位ピーチか。ピーチも早いんだよな。ピーチがカナダかな ?7 万かな。このスターどこで使おうか。おー、早いな、ピーチ。ここかな、距離が空いてますからね。そうか、後ろで赤、なんで格差ひどいでしょ、それ。なえるんだけど、普通に。そういうことされると。前、木野さんでさ、あー、ラッキー。これ、こっちのが良かったってこと、つまり。だいぶ空いてるんで。ほっ、俺はここで攻撃に転じ。まずいな、2位は潰せたけど、後ろも赤さんなんだよ。あー、5位かな、5位かな。うーん、惜しいね。どっちが良かったかな。いや、どっちが良かったっていうか、もうあれだね、完全に赤
投げないで防御を持ってたら多分3位だったんだよ。判断ミスだ、判断ミス。はい、終わりました。このコース絶対勝てない。統計的にもね、負けまくってるし、走り方的にも分かんなくて勝てない。ただ、アイテム次第では、なんだなんだ、回線悪いなぁ。頼むぜ。アイテムが決まんないのが一番辛いからな。あ、やっぱカナダ7万か。怖えぇ。SS 取れそうですね、でもね、頑張れば。マシン性能、キャラ性能で。コインばっかだな、怖えなぁ。あ、怖っ。バナナちゃん。あ、これダメだ。ちょっとアウトの方行かないとアイテム取れないです。この人が、あ、止まるんだったら投げなかったんだよ。ミスりましたね、これは。これは痛いミスや。ワリオ抜けたな、やっぱ。いや、ちょ、やめてよ。この差でさ、そういうことしないで、本当に。お願い。本当にお願いします。これ笑えないからね。この距離、嘘。やばいやばい。普通にミスった。後ろスターか。ここは譲ろう。落ち着いて譲って。今譲って。おかしい。おかしいよね、これ。いや、これ多分ね、マリカ分かってる人だったらね、みんな、って多分今なってると思うよ。意味不明だと思う、これ。うわ、デスコン入っ、デスコンや。もう一個行くんか。デスコンで。行ったデスコンや。あ、でも耐え気、耐えしのぎますね、この位置は。すげえ。アイテムどっかで取ってたのかな。おー、てか、2位取ったぞ。おー、珍しい。多分、モモカンで一番いい結果だと思います。今までのマリカー人生で。ドラゴンロードかー、苦手コースではないよ。けど、あんまり勝てるイメージもない、このコースに。おっと？いやいや。最初だけね、余裕がありますね。まずいっすね。それにしても、やらかしましたね。スタートミスってるようじゃダメでしょう。ほっ。惜しい。ほっ。うん。オッケー。おー、イエーこれは交換かな。キノコ出なかったわ。あ、投げちゃった。わー、ミラクル8だったんだね、あの人。すんげーコインあ、危ねー、助かった。おー、危ねー、助かった。おー、あれかな、後ろ見てて詰まっちゃった感じか。あ、やばいやばい、この緑怖い。当たりそう。オッケー、助かった。スターか。まだなんとかなると思うよ。2周目とかだからね。はっ。お。さっきの反省を生かして今度は持っていこう。あ、ちょっと待って。想定外、想定外、想定外。うわ、パックンか。まあでも、行っちゃえば大丈夫。うーわ、怖え、今の。おい、とりあえずは追いつきましたね。確実に取って、キノコ類が来て1個か。いいな、前キノコ。ほら、このさ、なんとかしてくれませんか、この格差。本当にちょ、まあこの距離感だったら、うん、この距離感ならしょうがない。このコインはね、1個投げる。あ、しまった。ヒー！オッケー。うわー、緑当てたかったなー。ちょっと、後ろの赤さんにビビって、投げるタイミングが。ニーヒー。まあでも結構いい結果残してるんだけどね。もう一個二個上に上げられそうなんだよなー。絶対、あ、またここか。絶対レサギア。絶対レサギア、間違いない。
いや、わかんないけどね。まあでもこの部屋は、かなりレベル、おっとやべ、かなりレベルが高いんで、そんなレサギとか入ってきても、そんなに、あれはないかな。多分ね。この部屋でも、ぶっちぎりで1位取れる人は、本当に上手い人ってことになるから。あ、やばい、相手も取れない。なかなかいないと思うんで、この部屋でぶっちぎりで、ね、1位取っていく人は。そういう人たちはもう、いや、いるんだ、もちろんいると思う。いや、いると思うんだけど、結構もう前に辞めちゃってる人たちにね、そういう人が多かったんだと思うんだよね。抜いちゃおうか。あ、抜けなかった。バナナで行くんだね。この距離差があるの。あ、控えた。アップね。使う。引かれそうだった。今絶対事故に巻き込まれてたと思う。どんだけ使って、え、ちょっと待って、この差で？おかしいよね。ほら、後ろ、キンキンの引いてんじゃん。納得いかねえ。あぶね、助かった。当ててた？オッケー。当ててない。楽だね。こっちからかな。でも本当にこの1位は尋常じゃなく早いと思う。あれっすか？なんかチャンプかなんかっすか？もしかして。はっ。キンキロ！ああ、ああ、俺の限界はここら辺や。ここら辺だと思います。1、早え！やべえな、この人。やべえわ、マジで悪魔だわ、本当に。マジで悪魔でした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオス。